どうも滝川クリステルです。この度は、このプロジェクトに賛同させていただきました。というのも、日本ではやはり動物に対しての意識、いろんなところで、なかなかこう関心がないと言われています。世界の中でも、そこは日々感じていることなんですね。そんな中で、まあ、いろいろなものを私たちはこう日常的にものにあふれています。でその中でこれ一体どのようにしてここに来たのか、そういったことに果たして私たちは日々、まあ、生活していて、そこまで意識することではない、まあ、そう思っている方が多いのではないでしょうか。ただそこに少しでも気持ちを持っていくと、いろんな過程が見えてくるんですね。それは、まあ、例えば動物から来ているもの、例えばいろんなものを、まあ、こう犠牲にしてやってくるもの、まあ、その中でやはり動物に対しては世界がいろいろ警鐘を鳴らしています。でも日本はそこに遅れを取っているんですね。例えば野生動物が今世界中でどん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 減ってきています。なぜ減ってきているのか、まあ、それは彼らの例えば体の一部を用いて私たちの身近なものになる、それは、一つは象牙ですね。その象牙を使って私たちはハンコを作ったりして、今何気なく使っているんですね。でもそれで、本当に多くの象の存在が危ぶまれているという現実があります。そこをやはり気づかないで、そこに気づこうという意識がない限り、これはどん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 減っていく、それしか何も末路は見えません。まあ、その中で私たちはじゃあここでどうするべきなのか、賢い選択をするのか、このまま何も考えずに選択をしていく、そういった生き方をしていくのか、それは人間が地球上で自分たちだけではなく、いろんな生き物と共存している生き物として考えなければいけない答えだと思います。そこにぜひ今2020年オリンピック・パラリンピックを迎える日本が、あえてここで声を上げることが恥ずかしいことではなく、むしろしなければいけないことだと思います。そこにぜひ皆さん、気持ちを持って、一緒に手を取り合って、向かい合ってもらえればと思います。それだけ危機が迫っていることです。ぜひ動物たちの命を、軽んじることではなく、一緒に生きていく生き物として、しっかり目を向けてほしいと思います。